遠山桜宇宙町奴の名は、ゴールドは、結城京介の SF 小説。1987年に、特馬書店、アニメージュ文庫より刊行された。神で達郎の時代小説、幻奉行をオマージュした作品。巨大コンピュータエドによって収められ、戦争が根絶された未来。堅苦しい家を嫌いダウンタウンで暮らすゴールドだったが、失勢感である父。 レトクラードが幽霊に襲われ、渋滞だと聞かされ、事件の真相を探ろうと、父が襲われる直前に滞在していた、スペースコロニーフェドバーに向かい、現地に滞在している重邸のリットと、なぜか一緒についてきたガールフレンドのミディの3人で、調査を進める。リットから、レトクラードの滞在中に起こった、フェドバー君主、プレンマツ一家の事故死と、それに関わるプレンマツ家の運転手と、 宇宙ヨット整備士の不審死を聞いたゴールドは、リットと共に、プレンマツ宮殿に潜入するが、そこでゴールドは、幽霊の正体を知った。幽霊の正体は、プレンマツの息子、イオン王子であり、江戸の支配に反対していた父を暴殺したレトクラードへの復讐が目的だった。そして、ガールフレンドのミディがプレンマツの娘、ベリル王女だったことも知る。 復讐の無意味さを感じ兄を止めようとするミリだったが、イオンはそれを聞き入れず、ゴールドを殺してしまう。3日後、ゴールドになりすましたイオンは、失勢官として姿を現し、事件を公表し、レトクラードを公開裁判にかけた。しかし、裁判の場に現れたのは殺したはずのゴールドだった。ゴールドは、イオンの正体を暴き、 事件の真の死亡者を暴くため裁判を続行する。1988年7月26日に OVA として発売された。投影動画より、エンザニの金山スペース帳、ミスターゴールドのタイトルで1988年7月19日に発売。対応機種は、ファミリーコンピューターディスクシステム、ジャンルは、アドベンチャーゲーム。ありがとうございます。